皆さんこんにちは。ピアノ弾き語りシンガーソングライターの鈴木です。いよいよリモート放送になります。ここの感じからねお届けする予定なんですけど、お家に私もずっといるので、せっかくだから何かやりたいなと思って、いや曲も作ってんですけども、それとまた別でね、ちょっと今回はなんと料理をしようかなって思ってます。玉ねぎをたくさんゲットしたので、ずっとそのままにしておいたらね、野菜も生き物だからやっぱり食べれなくなったらもったいないので、保存しておけるものにしようかなと思っていろいろ調べたら、玉ねぎソース、玉ねぎドレッシングだったらこう作り置きしてもまあ大丈夫そうだなと思って、今日はそれに挑戦したいと思います。こういう立派な玉ねぎゲットしました。大きさこのくらいかな。これはね、大量にゲットしたんで、今日は玉ねぎソース作ります。頑張るぞ。じゃあ皮むいていきます。上と下を私は先に切っちゃいます。あ、玉ねぎ洗ってからね、切って、でこの周りの茶色い皮ももったいないので、だしに使います。はい、こんな感じで玉ねぎが、玉ねぎ3つを4分割して、結構な厚みがある。なんか茶色いとこあるけど後で取るからいいやっちゅうことでね。でこれを電子レンジに入れます。ではここで秘密兵器登場します。じゃじゃーん、イエイ。ラジオでは言ってたんですけど、玉ねぎをみじん切りにするともう目が痛くて鼻水出るし涙出るし、玉ねぎ切ってる間に何回も鼻噛まなきゃいけなくて、その度に手洗うとねもう大変だったんで、玉ねぎをみじん切りにしてくれる機械を買いました。これにチンした玉ねぎを入れようと思います。はい、玉ねぎチンしたやつです。隣はチン待ちの玉ねぎです。これをねみじん切りの機械に入れたいんですけど、ちょっと大きいとやっぱりね機械的に問題があるらしいので、これを小さく一回切ってからの方がいけたら、そうだな、どうすかな、どうしようどうしようちょっと考えます。なんか柔らかくしすぎて、あきち、この辺切ろうと思ったんですけど切れないよ、どうしようやってくうちに気づきました。箸でこう押さえながら切れば厚くないってことが分かってね、こうやって端っこ取りました。でこの残った端っこはだしに使えるので、だしの鍋にポイッと入れます。さて、私のとっておきの機械に玉ねぎちゃんが3個分入りました。まあ、これで限界かな、深さ的にね。これを回してみようと思います。ふう
か音がした。小さくなりました。でもこれはみじん切りとは言えないね。っぽい。これもう一個あるのよね。もうワンセットあるのよね。頑張りたいと思います。はい、ということで、玉ねぎドレッシングを作ってみる最初の一歩は玉ねぎをみじん切りにするところで終わってしまいましたが、その後、果たしてちゃんと美味しいドレッシングになるのかどうか楽しみにしててください。じゃあ、またね。